コメント読みのコーナー、パチパチパチ。サムネめっちゃ可愛いだって。うわ嬉しい。サムネはね、専属のイラストレーターさんと私も手伝ってやってるんだよ。ありがとう。めちゃくちゃ可愛いよね。可愛いサムネはいっぱい再生されるから嬉しい。もっと見て。みなさんどうもパチシュです。チャ。みなさんどうもシエルです。チャ。今日こそ平和だね、この街。そうだね、平和だね。え、散歩行くの？うん、でもちょっとめんどくさいね。めんどくさいの？犬飼ってるものとして言っちゃいけない。そういう散歩ダメでしょ。家の中ほらほら引っかかってる、引っかかってるから。やめて、かわいそうだから。ウパルコ、平和だね。思ってる？その感じ。じゃあ散歩行こっかな。はい。あー、シエルさん、シエルさん、今日も、あー、今日も大変ですよ。今日も大変なんです。ちょっとどこ行くんですか、シエルさん。おー、何しに来たの。たた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 やめてよ、壊さないでよ。冷蔵庫弁償してもらいますからね。いや、シエルさん、そんなことより大変なんです。そんなことよりじゃないよ。いや、そんなことなんです。なんなの、その T シャツ。で、何がですか。何、どうしたの。 T シャツ変わってんの。ちょっとガネ君、上向いて、ちょっとだけ。それ、もしかして、私の C？ 特注で作ってもらって、目の前のあの、靴屋さんに。靴屋さんで特注で T シャツ作ってもらって、どういうことで。 T シャツを特注で作るより冷蔵庫をお願いします。真ん中のハートの部分あるじゃないですか、これはあの革です。だから靴屋さんね、どうでもいいわ、お帰り願います。違うんです、大変なんです。そんなことより、この町の人たちがみんな、ちょっとあの慎重さがあるんで階段上がらせてもらいますね。どうぞ。マウント取ってたね。ちょっと高い位置にいようとしてるんですからね。同等になりたいのよね、身長だけでもね。大変なんです、町の人たちがみんな突然いなくなっちゃってるんです。どういうこと。町を出てちゃってるってこと。何か気に食わない。ちゃうよ。僕の目の前でもたくさん友達がいなくなって、二人にも気をつけてもらおうと思って言いに来ちゃう。うわうわ、いなくなっちゃった。ガネオくん、ガネオくん、あ、いない。どういうこと、どういうこと。本当に消えたってこと。突然消えるってそういうこと。急にポッと。え、どうなってんの。え、みんなは。ちょっと待って、シエル、大事なことを言わなくちゃいけなかった。どうしたの、まさか。やだ、お願い、頑張って。そんなバナナの生産終わるの、無理だよ。バナナの生産終わる、え、無理だよ。生きていけない。みんなが消えて心配だなと思う人はチャンネル登録と動画の高評価、コメントでみんなが心配だよってコメントしてね。バナナの生産終わるのかと思ったよ。さっきナが多かったよ、バナナナノって言ってた。バナナとバナナナは同じ品種だよ、ね、いや品種じゃないよ、初めて聞いたよ。バナナナっていうバナナ。ねえ、みんなが心配、どこ行くの。心配じゃん、ゆきんこちゃんたち、みんなここにいるからさ。じゃあ行こう。ゆきんちょゆきんちょから調べよう。ゆきんちょって何、そんな仲良くなったの急に。ゆきんちょ、急に仲良くなったな。ほら来たよ、よし入ろう。ゆきんこちゃんいる、ゆきんこちゃん、ゆきんこちゃんもういないのかな、入ろう。何ですか。あ、いるじゃん。あー、探してました。そんな感じだったっけ。なんかどんどんギャルっぽくなっていくね。探してました。そう、ちょうど今行こうかなって思ってて。なんかさ、ゆきんこちゃん可愛くなった。そうでしょ、ちょっとイメチェンしてみました。だってライコさんがすごくイメチェンしてて、なんかパチシューさんの好みになったとか言うから。ブツ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 怖いって。いいじゃん、髪の色もちょっと明るくしたんだね。見てください、リボン可愛いでしょ、後ろの。見せて後ろ。わあ、本当だ。前までなんかヘッドホンみたいのつけてたけど。そう、音楽も聞かないのでヘッドホンつけてたんで、いらないなって思って。雪女の力制御してんのかと思った、あれ。そういうんじゃないんだ。違います。あ、制御した方がいいですか。制御はしてほしいね、うん、怖いから。そういう機能があればいいな、な、シエルさん。え、あ、いつかつけてあげるね、じゃあ、うん、血取らせてじゃあ。いや、怖いわ。それどころじゃないんです。なになに、どうしたの。
みんなが消えていて。あ、そうそう、私たちもその件で来たの。そう、心配で見に来たんだよ。パチシュウさん。何？魔族の呪いの一種です、パチシュウさん。え？消えないでください。いや、俺は大丈夫だと思う。でも大丈夫じゃないのかな、魔族の呪いの一種。特にはあいつを。ゆきんこちゃんもいなくなっちゃった。ゆきんちょー。なんで会ってる時はゆきんこちゃんって言っていなくなったらゆきんちょって絶対仲良くないだろ。消えちゃった。どうしよう。待って、他にすまこちゃん、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 すまこちゃんはいるかな。すまこちゃん、はい、なんですかね。入るよ。なんですか。なんでそこから見てた。怖いわ、びっくりした。私、あの、お二人を探そうと思ってたところの前のところ。どこのところ。お二人を探そうと思っていたところのその前のところです。どこなのそれ。今どこをやろうとしてるところじゃ。それよりもさ、みんなが消えてってんの。ガネオくんも消えてね、ユキンコちゃんも消えちゃったの、目の前で。消えちゃったんだよ。やっぱりそうですか。何か知ってるの。そうですね、知ってるような、知ってるます。知ってんじゃねえか。じゃあ知ってるね。それ秘密知ってます。何秘密って、教えて。学校の図書館に秘密が。ああ、スマコちゃん。スマコちゃんもいなくなっちゃった。そんなこと言っているんでしょう、なんか電波で。ここなんで床が、ゆきんこちゃんのいたずらが。まあそんなことどうでもいいんで、スマコちゃん最後なんて言ってた。シエルに聞き取れた。学校の図書室なんかあるって言ってた。行ってみるか。行ってみる。待って、でももう一人。ああ、ライコちゃん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 。なんだっちゃ、シエル。俺もいるよ。だーり浮いてる。今日も可愛い格好してるね。だーり、離れたくないっちゃ。何が急に、どうしたの。消えないでほしいっちゃ。あ、そうそう、その話で。だーりと離れたくないっちゃ。だーりと離れたくない。ライコちゃん、可愛いからもうちょっと見てたかったのに。何？いや、いいと思うよ。いや、なんだよ。ライコちゃんも消えちゃった。なんかみんな知ってるみたいだったね、なんとなく。なんか何かをね。図書館行ってみよう。シエルン、とにかく急がないと。急がないと。本探して、本探して。わかんないよ。だってなんてさ、なんだこれ。ひときわ異彩を放つ本があるわ。俺が読む先に。うわ、この世の終わりって本だよ。何それ怖い。まあみんな消えてっちゃってるからね。読んでみるね。魔物、消えたるスをその手で倒せ。そうすれば消えた者たちはすべて蘇る。ただし最後にとどめを刺した者だけはこの世から永遠に消える。なんて書いてあるのね。読むね、もう一回声出して読むから。魔物、消えたるスをその手で倒せって。そうすれば消えた者たちはみんな蘇るって。そうなんだ、それだけ。うん、それだけ。じゃあ倒すか。うん、倒しに行こう、キエタロス。でもキエタロスの場所は書いてないから、そこら辺の本でキエタロスの生息に対してなんか書いてあるやつない。そんな、なんていうあった。あった。何読めてる、それ。本の中身読んでる、それ。読めてる。あ、読めてんだ。うんうん。生息地、湖の先にあるほら穴をちょっと掘ったら抜ける道の先のほら穴にあるネザーゲートの先。それどこでもいいじゃん、ネザーゲートの先にいるってことね。ネザーゲートに行けばいいんだ。行こう、装備整えて行こう。そうだね。とどめは俺が刺さないとな。チエルンが消えちゃうのは絶対避けないと。俺が消えてみんなを助ければいいか。強いの。消えたロスがどれぐらい強いかどうかわかんないからね。ちょっとシエルン装備してみる。先に装備してみよう。よし、どう。かわいいな、なんか装備かっこよくない。羽ついて飛べないけど。俺のはこれとこれとこれ。装備してみるね。どう。お、結構かっこいいんじゃない。いいじゃん。武器はこれ。これ俺の。なんだ、すごいな。あ、間違えちゃった。あー、今世界を救うことが先だから。シエルの武器は大丈夫？私はピストルで戦うね。あ、オッケーオッケー、よし行こう。あ、ここだ、あったあったあった。入れー。行くぞ。シエル、あれでしょ、キエタロス。
ケンタロ、キエタロスだ。ケンタロスじゃないよ、キエタロスだよ。あ、待って、シエロン、大事なことを言うの忘れてた。何？キエタロスのとどめは俺が刺すから。え、なんで？そんないいとこ取り。そう、いいとこ取りしたいからさ、ヒーローになりたいもん俺。いいとこばーがいつも取っていくんだから。じゃあいいよ、私は後ろでチュ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 ってやっとくよ。わかった、それで行こう。絶対俺がとどめ刺すからね。わかった。分かったって。なんか言いかけてなかった、その前に。なんでそんなに念押すの。何が？かっこいいところ取りたいから。よし行くぞ。後ろでちょいちょい。シエル、何？俺がとどめ刺すからね。分かったって。おい、町のみんな返せよ。消すなよ。私の名は消えたのし。知ってる。お前らもうそろそろ消えるはずじゃ。くらえ、いて。シエル、手伝って。なかなか強いじゃないが。くそ、こんなに強いとは聞いてない。あたしたちの武器を舐めるなよ。あ、戻ってきた、戻ってきた。え、強い、めっちゃ強い。私に炎は効かないのだ。さすがネザーゲートにいる化け物だな。私の名は消えたの。知ってる。俺がとどめを食らえ刺す。もう一回、くらえ。よし、倒した。よかったね、とどめさせたね。これで俺もヒーローだ、とどめさせたからね。いいだろう、俺がヒーローだ。とりあえずもう帰ろう。戻ってきたね、俺らの町へ。あ、見て、みんな戻ってる。みんな倒したよ。みんな、キエタロス倒してきてよ。ダーリン、うちらのためにありがとうだっちゃ。よかったよかった、みんな復活したんだね。嬉しいです、ありがとうございます。消えなくて済んだ。よかった、ゆきんこちゃんも復活してるわ。あ、よかった。ちょっと待ってだっちゃ。何、どうしたの、ライコちゃん。とどめはどっちが刺したっちゃ。とどめは俺が刺したよ。ダーリン、パチシューさんがとどめを刺したんですか。そうですよ。ダメだよ。どうしたの。シエルさんはそれでよかったんですか。よかったって何。みんな戻れてよかったじゃん。なんか問題でもあるの。どういうこと、パッチくん。パッチくん、なんかめちゃくちゃとどめ刺したがってたけど、何、どういうこと。なんかとどめ刺したやつだけ消えちゃうんだって。え、みんな復活しているよ。倒したじゃん、キエタロス。そしたらみんな復活できるの、とどめ刺したやつ以外。パッチくんが消えるってこと。そう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 。なんでそれ言わないの。だって言ったらシエルンがとどめ刺しちゃうじゃん。そりゃそうだよ。なんでガニオ君以外に私は恨まれて生きる人生。ちょっと待ってよ。でもしょうがないでしょ。しょうがなく、あー、パッチ何。ダーリン、体が半分消えかけてるっちゃ。あー、とうとう始まったみたい。もうちょっとで俺多分消えちゃうんだな。まあでもみんなが復活してよかったよ。じゃあそういうことで、みんな元気に生きるんだよ。さよなら。パチくん。まあしょうがないじゃん。ただいま。あ、来てたの。うん、おかえり。あのさ、消えないんだけど、俺体が、下半身が消えた後からさ、ずっと消えないんだよこれ。なんか椅子の上に体だけ乗っかってるみたいになってるけどさ。立つとかいう感覚はあんの。立ってみて。これ立ってるよ今。消えないんだよこれ。なんかせっかく感動的に終わるかなと思ったら消えないんだけど、これどういうこと。もう一生そのままなんじゃないかな。困るって。誰か消すなら消して。パチシューのゲーム屋さんはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。出演者の情報は概要欄を確認の上、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。